駆けつけた自警団の手伝いもあり、ナイトメアは何とか殲滅することができた。しかし、こう頻繁じゃ疲れるな。スバルの愚痴をきっかけに、他の自警団も次々と不満を言い始める。本当だよ。せめて手だれがいれば。できれば剣士がいいよな。リーダーの魔法とバランスが取れるし。そういえば先日、すごい剣士が町の外れに現れたと聞いたが。ああ、噂の赤髪の英雄だろ。赤髪で英雄扱いの剣士？自警団の話に、スバルが前の世界で世話になった騎士を思い浮かべた。可能性はなくもないのか？